三鴨村は、岡山家真庭郡に位置した村である。現在は、合併により、真庭市となっている。真庭市の中でも北西部にある、中山間地域である。1889年、真島郡の三鴨村、鉄山村、黒田村、田口村、延辺風村が合併して、三鴨村となり、それぞれの地区が大技になる。1900年、真島郡と、 大場軍が合併したため、真庭軍の所属となる。その後2005年、平成の大合併の折、間庭市となる。岡山県の北部、真庭市の中部に位置し、三鴨、鉄山、黒田、田口、野辺風の5つの地区からなる。総面積は、約67平方キロメートル。主に新章川、出雲街道、国道181号線に沿って、町が開けている。 西には、マニワ郡新城村が隣接している。総面積の約90%が林野で占められている。ミカモの名が初めて文献に見られるのは、平安時代初期に書かれた和名書その中に、ミカモ、ビ、カモと記されている。平安時代の終わりには、昭円ミカモ賞が成立。ミカモ、黒田、田口が属していた。ちなみに、鉄山は、 武部省に属していた。藤原金金の日記、玉葉に、その名が書かれている。1221年鎌倉幕府に反抗した、後鳥羽上皇が沖に入るされた際、そこへ向かう道中に、三鴨も入っていたと言われる。戦国時代には、三鴨が山陰へ通じる山陽側の幼少地だったため、勝山高田城の先方的な役割を担っていた。ただそのため、 所詮において、常に、戦火の被害を被っていた。1646年、三正国大名の森、忠政により、三鴨地域の地ばかりが行われた。また1651年、三鴨川の南にあった、町屋敷を、街道筋のある北側に移すなど、森藩は1652年から3年かけて、宿場を作り上げたと言われている。その後、 1666年頃から、街道筋が、出雲街道と呼ばれ始め、道の整備が進み、商人も往来するなど、ミカモが、宿場町として栄えた。1792年表向きの宿屋がなかった、ミカモに、宿屋が主体という者が集まり、宿屋株を結成。23軒の宿屋ができた。ちなみに当時、通りには40軒ほどあり、 そのうち23軒が宿屋になったと言われている。1889年、真島郡の三鴨村、鉄山村、黒田村、田口村、延べ風村が合併して、三鴨村となる。1675年、遠方の大火に見舞われ、三鴨の町並みが1軒を残して、すべて灰ごみに返した。また、1731年44個が消失する火事が起こった。 日元の塚谷屋は作り酒屋などの盛んな商業活動により、三鴨の街を賑やかな宿場に変えた立役者であった。1782年から1783年は全国的な飢饉。1785年には三鴨で大洪水が起こり、1786年から1787年にはまた大飢饉に見舞われている。その影響もあり。 黒田地区は存続の危機を迎え、庄屋などが救済に奔走している。1802年たたら市の資本が入り、黒田地区を中心に、たたらが盛んになった。黒田地区の百姓は神奈流しによる砂鉄をたたらに、したり炭焼きをしたり経済が立ち直った。ちなみに、田口地区は他の地域と異なり、水源が弱いために、夏の考えに苦労したと言われる。 そのためこの地区にだけ、天宮様という天恋の神様が祀られている。1804年にも、京和の火災と呼ばれる三鴨が全焼する火事に見舞われている。1893年10月、暴風雨と洪水が起こり、死者が出ている。1909年には、三鴨神城小学校の本校舎が全焼している。江戸時代中期。 宿場町を中心に、三鴨村の株は主に生地とヤ株、鉄とヤ株、増種株、馬株などがあった。漆、桑、茶栽培も盛んであった。江戸時代後期になると、他の地域から資本が流れるなど三鴨は、たたら製鉄が最も盛んな時代を迎える。カンナの跡が多く残っており、中でも、黒畑奥、大折レ、平島奥、 ハニの龍神山を中心とする広大なカンナ流しの跡が当時を物語っている。また山腹に水路を巡らし、カンナ流し場まで水を引いた館内でが各所に見受けられる。ありがとうございます。